皆様お待たせいたしましたそれではこれより閉会行事を始めさせていただきます閉会にあたりまして主催者を代表し山梨県教育委員会教育長古畑智弘より皆様にお礼申し上げますえただいまご紹介をいただきました山梨県教育委員会教育長の古畑と申します 本日はこの地域とにともにある学校づくり推進フォーラム、山梨20 2024山梨、多くの方々にご参加をいただきました、誠にありがとうございました。本日は会場を約400名、オンラインでは約500名の皆様方のご参加の申し込みをいただきまして、本日の会を開くことができました。 全国各地からこのご来場をいただきました皆様、また山梨県内からご来場をいただきました皆様、オンラインでお参加いただきております皆様、全国からお集まりをいただきまして、本日のサブプログラムとメインプログラムにご協力をいただきました CS の専門家の関係者の皆様方におかれましては、おかげさまをもちまして、 このような素晴らしい会を開くことができました改めまして心より御礼を申し上げますまたこのホーラ今日のこのフォーラムを開催するにあたりましては文部科学省の多大なるお力添えをいただくことができたことにより実現しここまで至ることができたものでありますまた 山梨県で,で,でいつもご指導いただいております参議院議員の赤木正明先生にはこのフォーラムの企画の段階から貴重なご示唆をいただきました高いところからではございますが御礼を申し上げますえ今日、えー、皆様方一日この午前中のこの CS のおー相談会だとか塾議また午後からのお本番のメインプログラムいかがだったでしょうか まあすでに学校を取り巻く環境がすごく複雑になって、学校だけでは解決することができない。だから、学校と地域が開かれた学校の中で、共に手を取り合って、目指す子どもの教育目標を共有して、共に進めていくということを、もうまあかれこれ20年以上、もう最近の話はなくてですね、もう20年以上前からこうやって言われているわけでありますけれども、 今日この皆様方からご紹介をいただきました県内あるいは全国の素晴らしい実践の事例またそこから多くの,このヒントをいただけたのではないかなというふうに思っております本日のフォーラムではこの午前中のマイスター相談会ワークショップそして全大会での京都大学の内田先生による ウェルビーイングに関するご講演そして分科会でのこの事例発表をいただきましたこれまで以上にこのコミュニティスクールを推進していくことの意義または実際に関わっていくことによる楽しさというものを可能性を感じていただけたのではないかなというふうに思います山梨県の方では教育振興基本計画の方にこの上の コミュニティスクールのことについてもしっかりと数値目標を掲げながら取り組みを進,んで進めております、えー。子どもだけのウェルビーイングだけではなく、それを通して学校や地域の皆様方のウェルビーイングにもつながっていく、そんな可能性を皆様も今日感じていただけたのではないかなというふうに思っております。多様な立場の大人たちが 共にこの子どもたちのためにこの学校というところをフィールドにしてですね関わり合うまたそれが地域の皆様方の元気だとかこのやる気とかそういったようなものにつながっていくものというふうに確信をしておりますそのこうしたコミュニティスクールを前に進めていこうという機運をここ山梨県で今日のフォーラムを通じて をを高めるることができ,できて,いるっていうことを大変嬉しく思っておりますしかし、こうしたこの好循環をつないで、継続していくためには、今日ご参加の皆様方お、お一人お一人が、それぞれのお立場で実践ないしご理解、またはご協力というふうにつないでいく、そういったことが大事なのかと思います。 最近ではスマホだとか ICT これも大事でありますがそのために情報のやり取りというものが少しやや希薄なような感じがするところでありますしかしこのコミュニティスクールというのは実際に皆さん方が関わり合いながら人と人とのまさにつながりという非常に教育の大事なところを実践をする まあギガプールの端末が令和の日本型教育のマストアイテムだというふうにするならば、いわばこのコミュニティスクールというのは、人と人とのつながりを大事にしながら教育を進めていく、令和の日本型教育のマストシステムというふうに言えるのかもしれません。ぜひ、こうした取り組みというものに、皆様方のお力添え、ご理解をいただきながら、確実に前進を進めていきたいというふうに思っております。 ぜひ皆様方のお力添えをお願いを申し上げますえ結びとなりますが本日ご参加いただきました皆様のご検証とますますのご発展をご機嫌申し上げましてぜひこのコミュニティス,スクールを前進させて地域学校共同推進活動を盛り上げていきましょう本日は誠にありがとうございましたありがとうございました以上をもちまして 地域と共にある学校づくり推進フォーラム2024山梨を終了させていただきます。なお最後に参加者の皆様に一点だけお願いがございます。今後のフォーラムをより良いものとするため、ぜひアンケートにご協力をお願いいたします。ご協力いただける方は、前方のスクリーンの QR コードを読み取ってご回答ください。 アンケートフォームなんですが、参加申し込みの際にご登録いただきましたメールアドレスにもお送りしております。またご来場いただきました皆様、県立美術館、県立文学館の無料観覧券本日のみ有効となっております。ぜひこの後ご利用ください。またお帰りの際の公共交通機関の本数に限りがございます。事前にメールにてお知らせしております。バスの時間などをご確認の上お帰りください。 それでは皆様本日は誠にありがとうございました。